副校長とは、校長を助け、命を受けて、公務を司る、学校職員である。幼稚園では、法制度上、副園長という。高等学校の場合は、定時制の家庭、または、通信制の家庭を置く、定時制の家庭、通信制の家庭に関する公務を勝利する。また、その家庭の所属職員を監督することもある。 校長の権限に属する事項のうち、学校教育の管理、生徒の管理、所属職員の管理、学校事務の管理その他教育委員会の指示する、事項の処理について、専決する。基本的に教頭とほぼ同じであるので、どちらかがいればよいが、生徒数の多い学校では、両方いることもある。教頭よりも副校長の画角上となっている。兵庫県では、 兵庫県立大学附属中学校、高等学校に副校長が置かれており、校長があらかじめ定める範囲内において、校長の職務の一部を処理した。東京都では、教頭を副校長と呼称しているなど、学校の設置者により、副校長の性格、職務権限は異なっている。2007年の学校教育法改正により、副校長の職が新設され、 副校長の基本的性質を規定する。副校長は、校長など、同様に、改正教育職員免許法に基づく、教員免許更新制の対象外とされ、校長、教頭、主管教有と同様に免許更新講習を受ける、必要は、基本的にない。ありがとうございます。